はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。というわけで引いてきました、こちら僕のヒーローアカデミアよりアミューズメント一番くじオールマイト。一回引くのに5000円かかるけど何かしらのフィギュア絶対当たるっていうやつ。まあもうサムネの時点で何が当たってるのかっていうのはすっかり分かってるはずだから、もうねとっとと当たったものを見ていきましょう。そうです。今回はサムネにある通り当たったのは A 賞。そしてこちらの C 賞。はい。俺がすっかり暗がり。なんと今回初めて2枚引いてきました。本当はもう高い買い物だから2枚も引くつもりなかったんだけど、これには色々事情があるんですよ。まあちょっと小話的な感じになるんで、興味がない人は目次から飛んでください。さあというわけでこれを引いた時のお話なんですけど、本来アミューズメント一番くじっていうのはなんかお店で1回予約をして、予約した人は確実に買うことができるんだけど、一応当日分っていうのもあって、僕はもうごっそり予約するのを忘れちゃっていたんで、当日分にかけるしかなかったんですよ。で、これ引きに行ったら販売開始の時間の前に行ったんだけど、もうすでに僕の前に何人か並んでいたんですよ。だからね、うわこれ買えるかなって不安だったんですけど、なんかもうすでにお店の棚の中にある程度これが並べてあって、割合で言うとあこっちに書いてあるわ。ちょっとね写真がモノクロだから分かりにくいんだけど、今回も ABCD の4種類の賞があって、 A 賞がブラス彩色って言って普通に色がついていて、なおかつ全体にリアルタッチのシャドウが吹かれてるもので、 B がアニメカラー彩色って言って色はついてるんだけど全体的にアニメっぽいようなベタ塗り感、シャドウとかが吹かれていないパキッとしたやつで、 C 賞が白黒トーン彩色、まあ彩色とは言ってるけど白黒でほとんど色がないやつで、 D 賞が二次元彩色って言ってフィギュアに結構がっつり黒ベタの影みたいなものがついていて立体物なんだけど二次元に見えるっていう不思議なやつ。この4種類があってお店に並んでいたものの割合的には A 賞が4個、 B 賞が3個、 C 賞が2個、D 賞が1個、4321、計10個ですね。そんな感じでお店に並んでる分が10個しかなかったんですよ。で、僕の前に並んでる人たちが、まあ、買うわ、買うわ。最終的に僕の順番に回ってきた時はこれか。10個あったけど、唯一 C 賞が1個だけ残ってるっていう状態になったんですよ。でね、うわ、必然的にこれか。ちょっと別のお店行こうかなと思ったんだけど、そしたら店員さんがまだ在庫があるんで、ちょっと裏から持ってきますってことで、新たに10個が1セットになった1カートン持ってきてくれたんですよ。そん時の安心感すごかったね。いや、これで確実な C 賞引かなくて済むって思ったんですよ。ちなみに僕こん中だったらまあ一番いらないのが C 賞、もうほんと正直申し訳ないんだけど、一番欲しかったのは二次元彩色の D 賞だったんだけど、とりあえず色がついてれば万々歳ってことで新しいカートを持ってきてくれて、さあ引くぞってなったんだけど、お店のなのか販売のルールなのかわかんないけど、一回ワンカートン消費させないと次に移っちゃいけないみたいな感じらしいんですよ。だから残ってた1枚プラス新たにやってきた10枚プラス11枚の中から引くっていうのができなくて、だからもう僕は確実にこれをゲットするしかなかったんですね。じゃあちょっと並び直しますってことで後ろに並んでもよかったんだけど、並び直したら新たに追加されたカートンがもう全部なくなる可能性も全然あったんで、ここはしょうがないと思ってこれ含め2回引きました。話が長くなったけど、そんな感じで A 賞 C 賞っていう感じになっています。まあなので今回はこの A 賞をメインに紹介していくって感じですかね。もちろんちゃんとせっかく当たったんでこちらの C 賞の方も見ていきますから。ちなみに箱の方には表の方に何賞っていうシールが貼ってあって、正面にはデカデカとスタンディングのポーズを取ったオールマイト。それ以外にもなんか色々説明が書いてあります。で、横の方には他の賞の種類だったり色々解説。で、後ろの方は割とシンプルなスタンディング。文字が少ない。で、こっち側がオールマイトのドアップね。だいぶなんか威厳のある感じがしますね。とりあえずどんな大きさなのかも見ていきたいからこのまま開けていこう。箱のサイズとか重さからして結構デカそうだけどね。プルス。ウルトラ。さあどんぐらいのデカさなんだろうね。そもそも組み立て式とかになってんのかな。中身がこちら、ずーっとこれは組み立て式だ。組み立てってことはこれ相当でっかくなるぞ。よいしょっと。うわこれは重量感すげえな。オールマイトのフィギュアとダルマはでかけりゃでかいほどいいからね。とりあえずもうこの時点でだいぶすごいな。中身はどっしりとした下半身とプチプチにくるまれた上半身。なんかちょっと物足りないぞ。オールマイトの前髪がどんだけ大事かってのがよくわかるね。大丈夫です。ちゃんと前髪もついています。ダンボールとプチプチにくるまれてかなり厳重な感じ。跳ねた角っぽい前髪の方はこれ別になっています。あとはなんかトムとジェリーに出てくるチーズみたいでうまそうだな。足につける固定用の台座、パーツは分割されているけど組み立てはもう簡単。上半身と下半身を結構渋いな。どっ
キングして、で特徴的な前髪を植毛してあげれば、はい、これでオールマイトの完成です。いやー、これでっけーな。ポーズ的にこう腕を上げてるから余計でっかいね。ちなみに一応固定用のパーツはついてるけど、重心がしっかりとしてるからこれはほとんどいらないわ。左足の内側の方に接続できます。まあ、これで安定感が増すとあんまり変わった気はしないけどね。せっかくなんでこのまま大きさ比較なんだけど、今まで一番でかかったのがこれですね。プライズフィギュアのグランディストのやつ。これと比べると、はい、と最大のデカさ更新。さすがですね、大きさがもうプライズフィギュアを凌駕しています。でさらに同じくアミューズメント一番くじのジョータローなんだけど、ジョータローと並べると、ジョータローまあまあ低いけど、こうなんか全体のボリューム感があるからね、横幅的にはジョータローの方が勝っています。まあただ高さの方は圧倒的にオールマイト。というわけでこちら完成したんで詳しく見ていきましょう。というわけでこちらが本体なんですけど、まあでっかい。僕が今用意できる最大の撮影スペースにギリギリ収まってる。拳がちょっと切れてるけどね。さらにこの背景の大きさでど真ん中にすると、ここのところがちょっと白くなるんですよね。まあ、もうこの辺は致し方なしとして、サイズ感わかりやすく隣に単行本を置くとこう。これでだいぶデカさが伝わるはず。普通にこれ少年ジャンプよりでかいね。単行本を上に2冊重ねても全然足りてない。拳が余裕ではみ出ていますね。さあそんなわけでまずはお顔の方。顔の造形なんかちょっと目の位置が違うというか、ちょっとなんか顔の形というか顎がシュッとしすぎてるかな。見る角度にもよるのかもしんないけど、なんか全体的に顔の方が縦長な気がする。まあでも笑顔がだいぶ素敵。笑いじわというかほうれい線もすごいくっきりしてるし、でキリッとぶっとい眉毛に黒い目。目の方もうちょっと大きくていいかな。で割と頬骨が張っていて立派なお鼻。横から見ると鼻がまあまあ鋭い。でお肌の血色の方もなかなかよし。顔の方にも目の周りとか若干シャドウが吹かれていますね。で別パーツになっていた高くそびえ立つこの二束の髪の毛、やっぱりオールマイトはこれがあってこそだね。で横から見ると髪の毛はほとんどオールバック。髪の毛の流れがすごいくっきりしていていいね。でこのちょっとバサバサって横に広がったような襟足、真ん中に集まっていく流れとこの毛の造形がなかなかいいね。でムキムキバキバキのボディ部分、質感の方が実写版のスーツって感じですごいリアル。筋肉の凹凸の方にシャドウが吹かれてるんで、こうすごいメリハリもある。近づいてみると分かるけど、部位によってだいぶ質感が異なっていますね。真ん中の白いところがちょっとメッシュっぽくなっていて、赤いラインの方がこれ縁が膨らんでるのがまた細かいな。この辺はバスケットボール的ななんかゴム的な質感で、青いところがなんだろう、三角がたくさん並んでるって感じ。メッシュ部分とはまた違ったようななんか頑丈そうな質感。他と比べて赤いラインの方が膨らんでる感じがまた立体感があっていいね。で筋肉造形の方もすごいくっきりしていて、スーツのこのぴっちり感の方が造形で存分に表現されていますね。こういうラインの歪み方なんかもすごい自然。そして天に突き上げている左腕、完全に背景からはみ出していますね。腕の黄色いアームカバーっぽいところも質感が全然違う。大量の円が重なった感じになってますね。腕の方にはバッチリ質感があるんだけど、このヒレっぽいところはすごいのっぴりしてる。で手首に入ってる青白のラインの方、こっちもなかなか質感がリアル。造形的にも青いラインの方が一段高くなっていますね。で力強いこの拳の造形、手首のあたりに筋っぽい造形が入ってるのがまたいいね。でボディの方も腕を上げてるんで、この胸筋の形がすごい変形してるし、こういう肩の膨らみ方なんかもすごい筋肉造形リアル。下に下げてる右腕の方も拳にだいぶ力を感じるね。でお腹周りも腹筋とか前鋸筋がすごいくっきりしていて、腕を上げてるからこのお腹の模様が若干歪んでるのがまたいいね。でぐるっと回って後ろ姿がまた頼もしい。背中の筋肉量もやばいな。あ、後ろから見た時のこの肩周りの歪み方、この辺もだいぶ素晴らしいね。でさらに細かいんだけど、この背中のくぼんでるところもいいね。この辺にちょっとだけシワができてんのがまた素晴らしいな。腕を上げてくれてるおかげで左右で違った形の筋肉が楽しめていいね。すごい、どうぞ筋肉をお楽しみくださいって感じがするわ。筋肉の食べ放題状態ですね。でお腹にはベルトを巻いていて、バックルのところが自分の顔のよう。この辺のバックルはフィギュアによってなんか結構解釈が違ったりするんですよね。グランディッサのバックルはなんかだいぶ筋の部分が太い、対してこっちの方は筋の部分が細いし、なんだかこう立体的。あとこの赤い目みたいなところもこうぷっくりと立体的になってるんですよね。で色合いは金銀の部分がちょっと控えめなメタリックで、目の部分がメタリックレッドかつなんかキャンディー塗装かってくらいすごいツヤっとしてる。でさらに黄色いベルトの帯、へこんでる部分の周りとかこの縁のところが立体的でいいね。ちゃんとこのへこみのところにも塗装が入っています。後ろのバックルの方もメタリックシルバーになっていて、この滑らかな感じの立体感がまた素晴らしいね。で下半身、ももの筋肉えぐ、膝から上の方が存分に膨らんでいますね。もものところに入っているこの横ラインのシワの方も結構好きだな。こういうところがだいぶツボです。とんでもなく発達した正面の大腿四頭筋に対して後ろの大腿二頭筋、
後ろの方も筋肉の凹凸具合えげつねえな。でケツの方もこの外側がすごいくぼんでる。ケツエクボが奈落の底だ。横から見た時の膝付近のシワの入り方もいいな。でゴツゴツとした膝にふくらはぎのところにはロングブーツ。相変わらずカラーリングがドナルド・マクドナルド。やっぱりこの辺の赤いラインの立体感がいいね。ふくらはぎの方も後ろから見るとこのひらめ筋の凹凸の具合、こっちもすごい立体感がありますね。で黄色いブーツ本体の方はハニカム構造のような質感になっていて、足首周り結構細かくシワが入ってますね。この辺のくるぶしの造形も好きだわ。足の方にもシャドウというか若干汚し塗装っぽいものが入っていますね。ホワイトのソールの部分なんてもろにウェザリング入ってますよ。でちなみに足の裏が、うわすげえちゃんと汚い。これはいい汚さですね。汚れ方がすごいリアル。特に滑り止めの造形はないんだけど細かいザラザラがついています。左右で若干汚れ方が違うというか、右足の方がなんか汚れが強いね。いいね、足の裏までだいぶこだわって作られています。はい、というわけでアミューズメント一番くじ A 賞のオールマイトの造形はだいたいこんなところです。はみ出る。でちなみにこっちがせっかくなんで開けた C 賞のモノクロ。最初は割とハズレ扱いみたいなこと言ってたけど、なんかこれはこれでいいね。まあ、これはこれでいいっていうのはこの2つを持ってるから言えることなんだけど、やっぱりこれ単体だとちょっときついところあったかな。なんかモノクロオールマイトは白髪のおじいちゃんって感じがする。白い歯の方もなんか不思議とヒゲに見える。でボディの方はシャドウが吹かれてない分、なんかテクスチャーはこっちの方が分かりやすいかな。あーでもなんか塗装の感じが個体差で若干荒いな。明暗がはっきりしてる白黒なだけになんかはみ出してる部分がすごい気になる。まあ、とはいっても白黒は白黒でまたなんか違った楽しみ方というか見方ができそうですね。せっかく2個あるから片方は正面楽しんで、もう片方は背面を楽しむって感じでもいいかもね。それか多分まあ技術と道具がないから多分やんないけど、技術ある人はこっちのモノクロ使って自分なりの二次元彩色してみてもいいかもね。はい、せっかくなんで毎回恒例僕が持ってるオールマイト。今回はちょっとトゥルーフォームも含めてるけど、オールマイトのフィギュアこうたくさん欲しいね。そしてもちろん今回のオールマイトが今のところの最大サイズ。なかなか今後このサイズを超えることはないだろうね。これでも十分満足なんだけど、今後これを超えるものができたらすごく欲しいね。日本とかに流通してこない海外のメーカーだとなんかありそうだな。はい、というわけで今回は僕のヒーローアカデミアよりアミューズメント一番くじのスーパーマスタースターズピースオールマイト A 賞と C 賞の紹介でしたが、いかがだったでしょうか。さすがは1回引くのに5000円かかるだけになかなかのハイクオリティ。サイズ感の満足度もすごいし、圧倒的な筋肉造形とスーツ造形のリアルさ。賞にもよるけど、こっちの A 賞の塗装の方もなかなかリアルでよかった。満足度的に余裕で5000円の価値は超えていますね、個人的に。今後もこのシリーズで爆号は出るらしいんだけど、これまたちょっと店舗での予約を逃しちゃってるんで、まあまた気が向いたらその辺も変えたらなと思います。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。